ここでもう一度出会えたら、よっしゃ、今日もお仕事始めますかね。本日も閉店チェックやっていきます。前回同様、実際にホールに行かんとわからんやつはまあ見てきたんですけど、なんもなかったよね。ガロはもう400台ばっかやなぁ。いつも行ってるガロが、まあ、18前後回るホールは実際に行かないと見れないんですけど、そこは、まあ、特になかったっすね。朝から打てる。しかもそこのお店、朝一抽選じゃなくて並び順なんですけど、まあ、俺は行ったことないんやけど、知り合いが行ってて、どんくらいやったかな、ガロの640、50ぐらいで朝の5、6時にもう並んでたみたいな。その知り合いが気合い入れて6時ぐらいに行ったけど、もうおったみたいな。やばかろ。さすがの俺でもちょっとそこまではしきらんな。まあざっと見た感じ、何もなさそうです。はい、なんかくすんな設定ねえよ、見せろ。そうよな、設定値合いしてるんすけど、結構撮影とかに厳しいお店さんばっかで撮れないんすよね、打てるんすけど。まあそれは俺たちの事情だけ、俺たちの、まあ、とりあえずないんで、11時前ぐらいまでにはホールに到着するように行こうかなと思ってます。よし、じゃあ明日頑張ります。俺も時飛ばしってやった方がいいですか。どうしようかな。瞬間青い空、白い砂浜、ドキドキが止まらない。どうも、現状チャンネルのオフトロカズヤです。ピキーン。はい、ということで今回は100万円企画ですよ。もう回ってきたか俺に。早すぎんか。一応大事な大事な収支の方が、これが 28,500 円ぐらいプラス、大輝さんが 95,600 円で、ゆうとさんが 16,900 円プラス、クロちゃんが 35,000 円プラス。勝ちすぎやって、マジで。言っとくけど、こんなに簡単には勝てません。14、15万ぐらい勝っとるよ。大丈夫大丈夫、ここら辺で俺がばっかり負けてくるから。ということで、まあ今回もハイナですね。申し訳ない、これは。まあ、一応設定状況、たくさんはあんな配分は期待できないんですけど、ゼロではないとは思うんで、まあハイエナしつつ、後積もできそうなら大の挙動見たりしてね、やっていこうかなと思います。前回が俺大地どんくらいだったか、11,500円かなんで、今日の作戦としてはやっぱ台数よりも1台1台の期待値の高い台拾って、 4,5 台で15,000円ぐらい、アベレージ3,000ぐらいの期待値を狙ってやっていこうかな。ということで100万円企画5日目、カズヤ行ってきます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。まあ、とりあえず、ホールの中一周してきたんですけども、今日の状況としては稼働率は、まあ、ぶっちゃけ思ってたよりは高くないです。その分ライバルの人も少ないですね。まあ 1,2 周しか回ってないんですけど、まあがっつりエナしてそうな人は俺の目にはいなかったかなという感じです。稼働状況には、まあ、ガロが半分ぐらい、魔導砲潮と虎が、まあ、半分以上満席、絆は1台、吉宗も1台みたいな感じですね。で今吉宗が200なんぼで動いてて、でガロも末で1台500超えがあるんで、それ以外はね、もうほとんどあと1時間2時間たたんと打てんやろうなっていう台ばっかなんで、まあ、その2台をねもう10分ぐらい見て、飽きそうな雰囲気がなければ早いですけど店舗移動しようかなと思ってます。1店舗目はそういう状況です。はい、あ、しろ、マジでビッケ頼むよ、さすがに。決めていきます。よいしょ、ナイス。もう火がたまらんとやもんな。もういいな、たまらん。いや、15台の夜ワンチャンあるよ、10%。ある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 、全然ある。あー、チャンスアップなし。あー
はクワンバさ。タイはクワンバ。おい。やばい、これ、これはダム。ダム。おい。タイの塩焼きです。タイは行っとこう。タイは行こうよ。おビールです。また幸せだ。ということで2台目のゴッドイーター打ってきまして、しっかりラッシュ入れることができまして、投資の方が350枚、回収が983枚からプラスの433枚でした。いやー、やるすぎてますね、マジで。まあ店舗の状況なんですけど、持ちメダルの方も980枚ぐらいあるんで、この店舗で稼働した方が持ち玉の期待値で打てるんで、持ちで稼働してみようかなと思います。来た時よりも稼働率上がって、普段は動かない絆とかも結構動いてて、で吉宗も1台動いてる。窓かは拾いそうにないですけど、ガロもまあ半分以上動いてるっていう状況で、まあ、非常に今ちょうどいい時間なんで、いやマジ腹減ったな、マジ飯食おうかなと思ったんですけど、まだ2台しか売ってないし、結構いい状況なんで、まあ、もうちょい頑張って、おそらくね今日も夕方過ぎぐらいから稼働結構してくると思うんで、それから飯行こう。はい、マジでね食いたいラーメンがあるさ。そういえば食わんば、では稼働中はラーメン食わんばよ。よし、じゃあ引き続き頑張ります。急遽事件が、事件じゃないけどちょっと状況変わりまして、
店員さんの方からちょっと言われちゃいまして、稼働できなくなりました。まあ、できんっていうことではないんですけど、まあ、その敷地内と店舗内でのね、撮影はちょっとやめてもらえませんかみたいな軽い柔らかい感じで、言ってもらって、まあ、知らないと。すいませんってことで、もうちょっと撮影できないんで、いや結構有料店舗だったんですけどね、店舗移動をしようかと思います。きついっすねこれは。ということで、はい、乗り近くでね、稼働した2店舗この方に移動したいと思います。15分か20分ぐらいで着くんで、はい、はい、移動します。やむを得ません。はい、ということでただいま2台打ってきました。エウレカ3の442ゲームと物語セカンドの285ゲーム、2台を打ってきました。久々打ったなこの2台。とりあえず結果の方が2台で投資6000円の回収777万、ビッグボーナスということで、1台目エウレカ3打っちゃって、で途中からね、隣に物語セカンドあるんですけど、まあちょっと動き出して、まあいいとこでやめんかなと思って、まあずっと AT 中だったんで、まだ開くなよと思いながら、だから AT 中ぐらいにちょうど
285ゲーム空いて、やべえやべえやべえっつって、誰も来るなよと思いながら、結構過疎店舗なんですよね、ここが。まあ何分か何時間に1回ぐらい、隣にね、大型店舗あるんで、そこから 何人か見に来るんですけど、いや、まだ来るな、まだ来るなと思って、AT 中やったけど、早く終われと思って、マジ複雑な気持ちでした。まあなんとかね、L 化終わって、まあ隣、速攻移動して、まあ2台打ったっていう形です。まだ4台しか打ててません。期待的にもまだ1万いってないぐらいなんで、結構やばいっす。もう時間夕方過ぎて結構暗くなってきてるんで、もう稼働率多分結構落ちると思うんで、2台ぐらい打てればねマシかなという感じです。はい、まだまだこっから勝っとるけど、まだいける、まだつまんま期待値全然足らん。引き続き頑張りたいと思います。これよ、これが食いたかったんよ俺は。鹿児島で行ったんすけど、また食いてえなーと思ったら長崎にあるやないか。はい、ということで、とりあえずラーメン食いました。稼働時間あと2時間ちょいぐらいあるんですけど、とりあえず今稼働している2店舗がちょっと時間的に稼働率だいぶ落ちて、もうなかなか厳しいやろうっていう状況になって、ちょっと店舗移動をまたしようかなと思ってます。で、近くの店舗がほとんどないんで、MacBook 企画、カメラ企画で使った店舗に移動しようかなと思います。まあ結構過疎店舗やけ、ぶっちゃけ。期待はできんけど、ワンチャンあるかなっていう感じで。ちょっとこっから30分、40分ぐらいかかるんですけど、今日稼働した店舗のメダルを換金して、そっちの店舗に移動したいと思います。よしこ。いやー、マジですか。はい、ということで店舗移動してきて、入った速攻見つけました。まあ、おそらくこれが最後になると思うんですけど、5代目青鬼の154ゲーム。やばか。いやマジ何もないと思ったけど、やっぱ来てみるもんやな。まあ、ぶっちゃけ期待値的には現金投資やけん1500円ぐらいしかないんですけど、いや青鬼の150落ちとる普通。まあ安いですけどね、さすがにちょっとスルーできないんで、女の子食べに行ってきます。お疲れ様でした。稼働終了しました。まあ、とりあえず青に打ってきて、結果の方が投資現金で6000円、回収78枚。食べれんかった、女の子。タイプじゃなかもんな。タイプやったら多分食べとったけど。ひとまず結果の方から。今日が俺が5台打ちました。5台打って、期待値の合計の方が15,500円。やばい。これはやばい。で、総投資の方が現金で22,000円。
換金額が3店舗合計で3万4100円ということで、収支の方がプラス1万2100円でした。勝ってしまった。で、まあ、全部合計して100万円まで残り81万2300円です。18万7700円勝ってるんだな。5日間で勝ちすぎやろ。期待値全然詰めとらんとに勝ちすぎやもんね。台数的にはね、前回打てとるけど、期待値が、パチンコが打てんかったけん、その分やっぱ期待値落ちてしまったよね。しかも現金投資なんで、平打ちとか言っても、平打ちもね、現金投資だとね、全然詰めないし、言ってもね、持ちメダルでいい店で、まあ、ニット2万5000から3万円取れればいいからっていう感じなんで、それが現金投資ってなるとね、全然期待値詰めないんでね、平打ちも結構厳しいんですよね。まあ今日設定状況ちょっと気にしてたんですけど、まあある1店舗が全然聖夜が、まあ、3台ドロブっぽくて、でもしかしたらワンチャンス据え置きあるかな、でもそうそうあんまないもんなって、あってもオール4とかやろうなと思ってて、まあ見に行ったんですけど、案の定オール4でした。はい、夕方ぐらいまでみんな3台全部奪って回されてましたね。聖夜スピード4はいらん、104パーないけどな、103パー何パーだったの。しかもこれ現金投資としたら期待値ないもんな、マジで。今のところね、ハエナですけども、もちろん、まだまだ先は長いんでね、設定ね、もうしていこうかと思ってます。はい。さすがに、このレベルの期待値はちょっときついっすもんね。まあ、とりあえず、飛びましょう。100万円企画、5日目、カジヤでした。稼働以上になります。ありがとうございました。帰ってしこって寝る。バイ。